午後0時半、曇り空の王子山陸上競技場をスタートしました。若干のペースの上下こそありましたが、ほぼ3分ペースということで序盤は進行していきました。これが10キロの通過の時点です。これが、まあ、その間の5キロは14分57ということでしたね。そして20キロ、1時間10秒というペースでした。でこの辺りですが、堀端はなかなか給水を取ることができませんでした。折り返しです。そういえば堀端はこの前に走った北海道マラソンの時にもなかなか給水がうまくいかなかったということでしたが、今日はちょっと少し寒かったのでその分良かったかもしれませんね。27キロの手前でメルガがスタート、ついていったのはキプサングだけでした。この2人が30キロ地点を1時間30分を切るタイムで通過していきます。日本人は30キロ地点では3位グループ。堀端ここです。右のかかとを踏まれてあわや転倒というつまずく場面がありました。ところが37キロ過ぎで今度は堀端がスタートして今井が遅れてきます。この時点で堀端は4位。38キロ過ぎにはキプサングがスタート。40キロ手前で堀端ついに看護後を捉えて3位に上がります。第66回大会の優勝者はウィルソン・キプサング。そして日本人トップ、やはり最後80秒でというのは見えていたんですね。そうですね。倒れ込むようにしてフィニッシュした堀端博之、見事に内定の基準を満たしました。そして安川電機中本も見事に4位フィニッシュ。2時間9分30